見てください今このねバスを見てください。これ日の丸があるんですけどね、ドーネーションジャパンとなってます。でこんな感じでねバスに関してね、今セルビアのベオグラードにいるんですけど、バスに関して、まあ、こんな感じでね日本から援助、されたねお金でもってね、購入したバスっていうのが100台ほどあるらしいです。だから今みたくドーネーションということで寄付して、ねこの国でね走ってるということでございます。ただ今みたくセルビアの国旗と日本の国旗ね日の丸が掲げられてという感じでなってます。場所に関してはねみんなこういうふうにセルビアの人見てるんでね、日本に対して感謝してる人も結構います。